雪も良さそうだし、絶好のスキー日和だ。さあ、行こう。ここは冷えるな。何か狙ってる？昔、リフトを降り損なって、そのまま下まで戻ったことがあるよ。本当？話は聞くけど、実際にやった人には初めて会えたよ。寒くない？うん、ちょっと寒いな。ありがとう。今日は笑うたび、こうして君に感謝してた気がする。どうした？時間が流れるの早いな。遅らせてもらっていいかな？もう少しこのまま話していたいから。ん？うん、ゆっくり歩こう。ん？参ったな。僕だって話したくなんか。どういたしまして。それじゃまたね。スキーだけはね、体育の授業にもスキーがあればよかったんだけど。まともに滑れるようになったのは中学生になってからかな。思ったより遅いだろう。小学生の頃は体が小さかったから、雪の上を歩くのも大変でさ、踏まっちゃって。うん、多分標準よりはずっと。そう？中等部に入って急に伸びて、制服を2回も仕立て直したんだ。実はそうなんだ。リフトを降り損なったことがあるって話したけど、とにかく降りるのが下手だったんだ。リフト恐怖症というか、いろいろ失敗してるから、足が届かないから思い切って飛び降りたら頭から落ちたり、転んで頭を上げたらリフトに後頭部をぶつけたり、他の人を巻き込んだり、頂上に近づくたび緊張しすぎて体がうまく動かなくてさ、なんとか降りてもそこで気力を使い果たしちゃって、滑るのなんかヘロヘロで。でも背が伸びたら地面に足が届くだろう。そしたらあとは全部うまくいったよ。だから本当にそうなんだって。